こんにちは。こんにちは。グッドイランスの福縁塾。恋愛ユニバーシティって大学と言っておきながら塾ですか。本当ですね。なんでしょうね。講座のタイトルが。僕はびっくりしました。それを見て。最近どうですか。最近は。最近順調です。順調ですか。順調です。何の問題もなく。2016年のなんていうか。はい。意気込みというか。意気込み。こうしようみたいな。こうしよう、別に恋愛に絡んでなくてもいいです。バリ島に行く。バリ島に行く。行きたいです。バリ島って何ていう国でしたっけ。バリ島インドネシア。インドネシア。一人で二人で。いや二人で。いいじゃないですか。いつ秘密。まだ決まってないです。まだ決まってない。でも行きます。行くことになってたのにみたいな。いやいや、そんな話。沈黙すべきですか。早めにチャンス沈黙。いや、そんなことないです。そんなことないですよね。行きたいなって思って。じゃあ行きましょうか。はい。ね、すごく今日はどういう会ですか。そう、今日はね、受け付けていた、はい、何でしたっけ、問い合わせ質問を見てる方の質問を、はい、淡々と答えていくと。そうですね、やっと来ましたね。やっと来ました。いつももないかなと思ったけど、誰かがなんか2月何日までに全部アップしてほしいみたいな話してて、なぜなら私の復縁がその日に開けるからみたいな。あ、半年。あ、なるほどなるほど。ずいぶん積極的に考えますね。それ最下の方になんか、はい、博士は、はい、ノーベル平和賞を取るかもしれませんが書いてあって、おお、それちょっと持ち上げられて、持ち上げてるのに2月何日までアップしようっていうので全て台無しになってますよね。意図が分かる。そうなるほど。アップさせるために言ってるんだなって。なるほど。はい、じゃあ行きましょうか。1個目、はじめまして、復縁の動画を全て拝見させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。とても勉強になることばかりで、博士の言葉を聞いて気持ちも落ち着きました。まだ質問を受け付けているとのことなので、ぜひ回答いただきたいのです。私はこれから半年ほど留学する予定があるのですが、そんな中で彼と温度差を感じ、確認するように会いたいとこちらから何度か言っていたのですが、なかなか会えない状態でした。続きを。なるほど。自分のテンションだけで入ってくるんですね。まだ途中ですから、まだ途中ですから、質問終わってません。その不安から遠距離で続けるのは難しいと考え、振られる前にこちらから言おうと彼を呼び出して、好きなのに自分から別れを切り出してしまいました。これどういうことですかね。ちょっと流れます、このコメントが。結局、まあ元々遠距離だった、はい、遠距離じゃないのか。留学するので遠距離になっちゃう。半年、ね、はい、遠距離で続けるのは難しいから。そっか、振られる、辛い、振られる前に。なるほど。こんなことする、わざわざ。もう私もちょっとよくわかんないですね。だからなんか、うん、感情的なんですよね。それか、もうこの前半で彼に振られそうだなっていうのを分かってたから、振られるとその辛さに耐えられないからちょっと逃げちゃう。でもわざわざ呼び出して、はあ、振るって、うん、何の得もないじゃないですか。まあそうですよ ね、 ね。だから後悔して復縁したいなって思ってらっしゃる、うん、だからこの時は本当にこの、うん、なんでしょうね、なんか人の心って結構変わるんですよね。はい。でなんかこう付き合ってると、うん、なんこのモヤモヤした関係だなと思って振るわけですよ、うん、はい、振るとこの人に、この女性にとっても、うん、彼が手に入りそうで入らない距離になって、またこうやっぱりどうしようみたいになっちゃうんでしょうね。そういうこともありますよね。なるほど。そうですか。女性側の方もってことですか。そうですね。あ、じゃあ行きましょう。続き、はい。その時はお互い背中を押し合うような言葉をかけて、お互い少し未練があるのかなというような感じで別れました。背中を押し合うって何ですか。背中を押し合うってことですか。なるほど。背中を押し合うっていうか、励まし合って終わったってことですよね、きっと。あの、お前も頑張るよ、私も頑張るねっていうことだと思います、ね、はい。でも、他に何かできたかもしれないのに不安に負けたことをとても後悔していて、海外から戻ってきて復縁したいと考えています、うん、なるほど、はい。そして本題、この場合彼は気持ちが離れたわけではないと言っていましたが、私は振られたようなものなのかなと思っているので、博士の動画を参考にして、別れて2ヶ月後のお正月、ちょうど質問してきた時、お正月だったそうです、はい、に LINE をして一言ずつ連絡を取り合ったのですが、形としては私から別れを告げたので、これで良かったのか分かりません、はい、はい、半年後にちょうどいい、ね、半年後に彼の誕生日があるので、それまで沈黙したいと思うのですが、自分から別れてしまった場合の対処法を教えていただきたいです。これ言いましたよね。はい、
じゃあ次行きましょう。これ一緒ですよね。振った場合でも。振った場合でも一緒ですよね。一緒ですよね。うん、はい。でやっぱり彼からこう あの戻りたいって言ってもらうのが大事っていうことでいいですよね。そうそうそう。他に何かこの今回のこれでコメントあります？これ形としては私から一言ずつ連絡を正月に取り合った、うん、これで良かったのか分かりませんとありますけど、私はこれで良かったと思いますけど、一言お正月に一言ずつやり取りした、これはどうですか？そうね、先生がおっしゃったんですね、別れた後です。別れた後で2ヶ月、まあ、要は沈黙して2ヶ月後に LINE を一言ずつ連絡取り合って良かったか、うんうん、なんで良かったんですか？なんていうんですか、沈黙後タイミングよく連絡して OK な時期がクリスマスとかお正月っていうお話が、あ、はい、あったので OK よかったなるほど、はい。で半年後に、半年後にまたさらに半年後に彼の誕生日があるので、それまで沈黙したいと思っている、これはいいですよね。そうですね、はい。なんかこうもうちょっと、うん、あのシナリオを書いてほしいんですよね。あ、もうちょっと、まあ、ここまでは確かに間違ってないですけど、もうちょっとしもっとシナリオをして、こうなんていうか、生き物にしてほしいんですよ。なる、どういうふうに。これだってあれでしょ、彼女がいて、彼がいて、はい、彼女は留学するんですよ。はい。多分自分のこと、好きなことしに行くのがなんかあるじゃないですか。そうだと思います。はい、で、別れたんだけど、はい、で、まあ、自分で言っちゃったわけですよ。はい、あの彼から見たストーリーね。はいはいはい。で、なんか正月ぐらいにまた連絡が来て、はい、そして彼女は旅立つ。旅立ってるのか、はい、ちょっとそのタイミングがわからない、まあ、旅立つ、多分旅立つんでしょうね、うん、はい。そして、うん、半年、例えば沈黙するとして、はい、その後彼の物語をちょっと作ってほしいんですよ。あ、まあ、彼もきっと半年行くって分かってますよね。分かってます。だからそろそろ帰ってきただろうなって、そうです、ね、なんとなく思い出すと思います、ね、そうでしょうね。けど戻ってきたよとかいう連絡は来ない、まだ誕生日が来ないから、いいこれ、これで誕生日にやっと連絡が来ると。ほうほうほう。だからそれでちょっとまた思い出してっていう感じですか。まだまだストーリーが足りない。いや、分かんない、僕だったら、うん、ここに書いてあるけど、お彼のテンション低かったから別れてよかったと思う、うん、はい、多分彼のテンション低かったから、ね、あ、そうですよね、はい。半年後に帰ってきて、はい、それから1ヶ月後ぐらいに帰ってきたと連絡するのでいいんじゃないと。はい、あとは相手の出かけた次第でしょうと。はははは。あ、帰ってきたって言っちゃう。ね、帰ってきたって言うんだけど、うん、1ヶ月待つんですよ。ああ、そうか、そうですよ。なぜ1ヶ月待つかというと、帰ってきてすぐ連絡するとなんかね、物語が、そうですよね、やっぱりあの彼がそろそろあいつ帰ってきてる頃だなぐらいちょっと思い出したぐらいがいいですね。そう、それからもう一つ、その1ヶ月待つと彼から連絡が来るかもしれない、ね、そうですね、そうですね、それが一番いいタイミングですね。あ、はい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 。だから帰ってきたんじゃないって言ったらそのタイミングで、うん、でもし帰ってこなかったとして、あ、何にも連絡来なかったとしても、はい、なんか帰ってきたと、はい、こんなに1ヶ月も経ったから連絡するってちょっとテンション高そうじゃないですよね、この彼女がね。わかります、うんうんうん、先に言うはずですよ、もし彼のこと大好きだったら。そうですね、そうですね。ここでこう彼をちょっと悩ませると。あ、で、あとはだあの相手の出方次第。あ、この時の連絡の返し次第とかですよね。乗りが合えば一度ぐらい食事に行って、うん、そこで様子を見てもいいと。そうですね、そうですね。だからこう相手の出方次第、相手がテンション高ければ復縁はしやすいです、ね、はい。あ、じゃあこの彼の誕生日と自分が日本に帰ってきたタイミングが同じぐらいだったら、誕生日のお祝い言うよりは1ヶ月待った方がいいですね。誕生日スルーするかな。誕生日でも、そうね、なんだろう、手に入った距離だったらスルーですし、うーん、手に入った距離も、そうかそうか、彼がなぜテンション低くなったかの原因をもうちょっと伝えた方がいいですね。さすが、見ている人に分かりやすく説明します。ありがとうございます。すごい、あるよね。そうか、そういうことです。そこはなんででしょうね、ちょっと理由が分かりませんが、だから、うん、まあそうだったらね、うん、誕生日は連絡しないと、うん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 、で1ヶ月ぐらいで帰ってきたんだけど、ふと思い出した僕、うんうんうん、でこう食事に行った時にこうギクシャクしてね、はい、でもなんかこう、うん、なんかあるんですよね、いろいろ、うんうんうん、そうですね。え、ちょっともう一回ちょっと前半に前半行きましょうか。ここか、会いたいとこちらから何度か言っていたのですが、なかなか会えない状態でしたけど。そうね、だから彼をもしかしたら会いたい会いたいって言ってるのにうんざりしてたっていう可能性はないですか。ありますよね。もうありますよね。あとなんか半年留学するってことで、うん、彼のテンション著しく下がるかもしれないですよね。あ、そうか、めんどくさいなと、 この間俺は何もできないじゃん彼女と、でテンション下がってるかもしれないですよね。なるほど、なんか分かんないんだよね、これは。
そうですね、まあ、300文字程度って言ったんでこれ以上書かれると困るんです、ね、そうですね、まあ、あとはそのご自身の経験から彼がどうしてテンションが低くなったのか探ってもらって、そうそうそう、実際にそのじゃあ連絡うまく取れるようになったら動きますか、なりましたっていうふうに、はい、もうちょっとお願いします。すごい気が合ってる。まだまだ はい、ノリが合えば一度くらい食事に行ってっていう、まあ、博士のアイドルの話ですけど、はい、その時どういう役を演じるかっていうところが今度また問題になってきますね。どうだと思います？これ結局どうして彼のテンションが低かったかに合わせるしかないですよね。そうね、はい、これで重要なのか、ちょっと20秒ぐらいです今日。20秒も大丈夫ですか？はい、はい、この場で、そういう時はこの場だけを楽しむっていう、はい、いつものね、あ、はい、ここは会った時に、うん、その会ってる時間だけを楽しむみたいにした方がいい。なるほど、あまり考えない方がいいですか？そうで、彼のノリに合わせる。彼のノリ、例えばなんだな、でもその時にその例えば彼が何かのリスクを感じてた彼女に対して、うん、そのリスクを軽減させるような行動とか発言をした方がいいですよね。いや、どうだろう、そこの人を感じると。1回目はそこまで。あ、そうか、そうか。例えば何ですか、それどういうこと、例えば。私、留学して結婚とかどうでもよくなっちゃったんだよね。とか、なんか、なんでしょうね。人、会いたい会いたいってもしかしたら言ってる人だったから、最近は自分のことをなんか留学して戻ってきて、すごい毎日充実してるとか。うん、察する能力が低かったら聞くかもしれない。そっか、1回目にそういうことを急にやられちゃうと意図を感じるかもしれない。そうですよね、あと彼に彼女ができたかもしれないし、あ、彼が何があるか分かんないんだよな。だからこう彼の流れに合わせてもいいですよ、ね、なるほど。じゃあちょっと1回は必ず様子見た方がいい。そうそうそう、っていうことですね。なんだろう、深刻な話をする前に例えば、はい、これはオーストラリアをすると、はい、なんかこう、いやー羊がめちゃくちゃ多くてさみたいな、はい、彼女の方が、はい、お土産話をするです、ね、びっくりしたよみたいな、はい、話をちょっと外して、はいはいはい、こうなんかこう深刻にならないようにして、うんうんうん、で様子を見るみたいな。なるほどなるほどなるほど。2時間食事をするんだったら、はい、なんか1時間目ぐらいからだんだんこう、うん、本質に迫ってくるかもしれないですよね。あ、最初の10分から焦っちゃダメだみたいな。あ、なるほど、うんうん、まあ1回目もそんなに 本質に迫るっていうのはどういう本質って何ですか？なんだろう、俺たちどうするみたいな。そんな1回目でですか？いやー、どうだろう、分かんないですよね。そうか、それもあの場合によってはありだってことですね。向こうがそういうふうに言ってきたら戻った方がいいですよね。ああ、彼がっていうことですよね。彼がちょっと戻りたそうな雰囲気があれば。そうそうそう、ね、あ、なるほど。どうですか、ありえそうですか？場合によってはあるのでもね、この半年の留学って結構いいと思うんだよな。そうですよね。あの問題なのはこの半年の留学に彼女が連絡しまくっちゃったりするとダメですよね。ああ、それはこの人がめちゃくちゃ多いです。大丈夫そうじゃないですか？あ、じゃあちょうどいい。だってこの辺守ってちゃんと注目してから。距離が近すぎて、はい、別れた場合だったら、うん、その留学先に行ったことはとてもいいですよね、はい、あ、そうですよね、うん、あ、だから留学してる間にこの留学先のことをフェイスブックでアップしないようにして。ダメですよ、まあ、そこ重要ですよね。そうですね。なるほどなるほど。留学してる間も生きてるか死んでるか分からないような状態で、まさにそうしやすいといけないってことですね。そういうことです。はい、わかりました、はい、ちょっとこれでじゃあ注目はしておきますか。はい、以上でいいですか？いいです、はい、ちょっと参考にしていただければと思います。質問ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。